地域勝手に応援チャンネル当初ということで始まりました、皆さんお気づきでしょうか。金子さん遅刻でーす。契約満了ということで。そうですね。金子さんも、FC 岐阜勝手に応援チャンネル対談ということで、まあ欲しいね、あのチャンネルあったら手挙げていただいたら、あの今フリーなんで。さあということで、今日はですね藤枝、MYFC とマイ FC ですね。マイ FC との試合ですけども、はい、なんと柏木大先生復帰です。ね、深堀選手がトップで、トップ下が川西選手、中島選手、左に橋本選手、そして右に久保田選手のボランチ2枚、柏木選手、本田選手、センターバックがみっちゃん、海健さん、あ、小山選手が今日スタメンですね。はい、初スタメンらしいです。おー、これはもう来年に向けてちょっと使っていこうってことでしょうか。そしてゴールキーパーが桐畑選手と、まあ、小山選手以外はそんなですね、変わってない、ね、そんな変わり映えはないよね。他にもいろいろ出るみたいな話もありましたけどね、若手が。逆にちょっと我々の松本大先生が、あ、そうですね、リザーブにも入ってない、ね、入ってないからちょっと どうしたんだっていうのがこれまたちょっと遺跡の匂いかっていう、はい、でも桐畑選手の方があれですよね、レンタルで来てるから。そう来年考えるならって話ですよね。そうどういう感じでねなるのかあれだけども、結構今 J リーグもいろいろね、もう対談だとか、いや、ね、すね、今もう多いよね。 FC 岐阜はまだ発表されてないけど、特にね、チーム作りでもどうなんだろうね、これ早くした方がいいよ。いや絶対いいですよ、ね、まあレッツが動くなら分かるじゃないですか、お金もあるし。そう、うん、でもビアティ見えてもさっき話しましたけど、そう、監督がね、樋口監督がさ入ってとか、まああれだよね、本気度がさ、それだけで伝わってくるよね。来年上がろうとしてんだね。そうで他のね J3 のチームもだけども、結構対談選手とかね、引退選手の発表も、そうそう出てるから、まあ岐阜もね、まあ水面下で動いてるのかどうか分かんないけどね、まあチーム作りね早くできてくれればいいなとは思います。まあ今日はね勝ってもまあ昇格とかはないけど、大好きだよ、ホーム最終戦ぐらい。そうで、なんつってもさ、今日トリプル G がラストですよ、4期生。ああ、そうなんですね。そう、ホームで最後のパフォーマンス、めちゃくちゃ悲しいよね。せっかく認知してもらって。そうなんだ、俺らが認知してる子いなくなるんだよね。そっか、藤枝、鈴木選手いるとこだ。そうです、鈴木純元アビスパ博多の一級さん、ゴリッゴリのスキンヘッドだもんね。あれすごいっすよ、ゴリッゴリだもんね。はい、試合開始です。まあね、金子いなくても割と成り立つかもね。そうですね、J2 の残留争いのやつ、やっぱ金子さんのテロップ使わなかったもん、ほぼ。なるほどと、大変だねーしか、なんか接触悪い。あ、できてる。一回金子さ、はい、ちょっとJFL あたりにレンタル出して育成型で出して、31歳を育成型レンタル、おお、おぶーな、いきなり危な。藤枝の大石選手とかも結構点取るんだよな。そうですね、うおー、ナイスキーパー。試合感衰えてないですね、やっぱ。いや、すごい。ちょっと金子クイズやる。金子クイズ、はい、ここで金子クイズ。現在遅刻をしている金子さん、はい、第一声は何と言うでしょうか。あ、難しいですね。ご覧の皆さんもお考えください。前回ウィスで入ってましたもんね、確か。前回ウィスです。俺の予想は、はい、第一声に違うの、これ違うの、これ。あー、めっちゃいそう、
めっちゃいい。これ予想。手もつきで。手も絶対。手もつきで。言い訳はしますね、多分。衣装ね、忘れて取りに帰ってたんですよね、途中で。そう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 。そこを言ってきそうですね。ごめんなさいは絶対ないと思うんです。ダメですけどね、そんな人。皆さん来ました。皆さん、金子さんが来ましたよ。正解者いたら金子さんから何か粗品が送られるかもしれませんので、その可能性大ですね。言ったもん勝ちですけど正解は。今刻一刻と近づいております。よし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 。どうも。というわけで。ということで正解はあさ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 あでした。予想は何でした？いやクイズ出したんです皆さん。はいはい、だから皆さんが今クイズを楽しまれたんで、はい、正解があさ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 あ。でもしこの中に正解者がいらっしゃったら、はい、金子さんから粗品が送られるということだって忘れて。正解者いたかな？試合の方見てみましょう。あぶねえ、あぶねえ、マジで運、マジで5点ぐらい入ってます、ね、入ってるよね。はい、というわけで前半が終了しました。はい、いやー、まあ0-0ですけども、はい、どうでしょう。まあまあ動きのない両チーム、まあどうだろうね、藤枝さんがね、うん、運で点が入ってないという試合になっちゃってますね、うん、あれっていうのあったもんね、もうポスト当たったりだの、そう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 、もうちょっとねフィニッシュの精度が高かったら、うん、5-0 あったよな、5本ぐらいはな。感覚的にはな、ね、うん、試合にないようになってしまってると。そうだね、はい、終始攻められてずっと自陣にボールがあったなって感じがしましたね。2つとか結構やばいんじゃない、どうでしょうね、うん、まあ、でもやっぱ今日最終戦で5000人以上入ってるんでしょ。そうだよ、ね、ぜひともね頑張っていただいて、うん、あと2戦、今日と次回、うん、無駄にしないね。そうだね、戦いだけしてもらえれば、うん、5000人の圧でもしかしたらゴール守ったのかもしれない。チーム人が今センターに映ってます。取られたね。メラもしっかり抑えますよ、あ、前半でだって11本打たれてるもん。そうだね、岐阜4本、うん、まあ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 、コーナーキック5本と。ああ、そうだ、岐阜0なのに、だからどれだけ押されてたかってことね。うん、コーナーもな、危なかったからな。危なかったね。いや、だからまあ後半どうなるのかですね、本当に。まあね、やっぱり柏木大先生がいるんで、うん、エレカシで、うん、バツッと締めていただきたいなとは思っております、うん、一気にチャンスになるからね、はい、やっぱ現地でね見てもらいたいからね、そのシュートはね。そうね、うん、はい、というわけでじゃあ後半の見ていきましょう。ハーフタイム中はですね、シャトレーゼさんのベルギーショコラのガトーショコラバーを食べて、後半に向けてと。私は尻尾まであんですね。提供してるかのような。さあ、そしてこちらにはデザートクッキーシューアイス、あ、いいね、こちらもございます。もうシャトレーゼさんすごいですよ、本当に。5本入りで300円か、すごいね、すごい。毎度お世話になってますね、シャトレーゼさん。ハーフタイム中シャトレーゼタイムなんこれ、アマオを使ってます。すごいね、シャトレーゼのお偉いさん見てますか。というわけで後半スタートです。どうしました、佐藤さん、何がありました。今日でトリプル G4 期生がホーム戦最後だと思うと涙が止まらない。確かに、どうなんだろうね。で、あなたの大好きなひなちゃんが、ね、卒業かもしれない、個人情報追っかけといた方がいいんじゃないですか。だからやめてまで追っかけたら本当にもうよ。だから今度トリプル G も5期生でしょ、うん、いやどうなるんだろうね、5期生知っててくれてればいいけどね。だ、引き継ぎでね、うん、金子豊っていう人たちがいてっていう、そう、そこをちょっといじっとけばちょっと盛り上がるから。どうなるんだろうね、次タレントさんとしてこう羽ばたいていくのかね、うーん、のかな。もしかしたら仕事で会うかもしれない。私昔
しトリプル G ね、金子豊とそのトリプル G の子たちでそういった仕事場で会えるようになったらいいよね。いや、すごいですね。金子豊チルドレンとしてあ勝手にどっちが上になってね親面してお あいいキック蹴る。うおどこどこどこボールどこ止めてない。うわあ危ねえ。おおああ川西先生おお川西先生ちょっと調子悪いのかな。はい、試合終了です。はい、0-0でございました。まあ今日はね、今年で引退を表明した藤枝のデカ盛り氏が見れたの で最後あと矢沢選手ね、もうこの2人が見れたので今日さよしでしょ J リーグを引っ張ってきた人ですから。引っ張ってきた矢沢選手知ってる？知らない。ジェフの時の奇跡の残留の立役者ですよ。そうなんですか。デカ盛り氏はデカかったですあなたの印象ね。そうでございます。バカみたいなまあね、川西先生一本はあのこれ決めれるよっていうやつあったんだけどね。まあね、なんかね、その決定機で今日は、あんまり調子がよろしくなかったのか、ね、合わなかったのか、合わなかったか、試合内容どうですか。試合内容ですか、岐阜にとってはラッキーな引き分けだったなと。まあそうだよね。あーまあね、俺あのゴールから地場が出てるとしてる、遠ざける何かがね、何かが出てる、ね、完全にイカ様やってると、何かしらのカイジの沼のやつみたいに、そう風がなかなかから水を傾けないと、でもここはしょうがない、そういうここのホームだからザワザワって今なってるでしょ気づかなかったからそこ込みだからね。あ、この横断幕ちょっと注目、はいはい、クラブを愛する者の願いは J1 昇格と。なるほど。いやそうよ、勝ってね、J1 行ってなんぼ、ほんとプロクラブだったら、はいはいはい、もうそこ見たいよね、やじゃん毎年年末さ、勝てなかったことに対してさサポーター同士揉めんの毎年恒例になってるじゃん、意見、いろんな意見が。トリプル G ファンクラブ、トリプル G ファンクラブ、あ、トリプル G ファンクラブ映ってる、出てんなあいつら、ちょっと女の子の横にいてデレデレしてんないや、みんな見に行ってるんですね、やっぱりね、ホーム最終戦ですから。いやそうね、今日5000人入ってるってことだから、だからこそね、勝ちをね、見たかったですね。ね、見たかったけど、うん、まあ、トロ1試合ね、勝ってほしいなーってもう言うしかないんだけどさ、まあ、毎回毎回ですけれどもね、とりあえず J1 行こうよと、うん、ね、J2 ではなく、そうそうそう、で、ちょっといろんなね、記事も出たりしてるけど、はい、チーム作りをね、しっかりできるようなことをやってもらって、うん、いけるチームを作ってください。そして、フロントは現場が欲しがっている、本当に欲しい選手を取ってきてくださいと。もう数字は出てるじゃん、そうそう、もっと点も取らないといけないし、失点も減らさないといけないしと、まあ、出てるのは明らかなんで、まあ、そこに向けて頑張ってくださいと、はい、まあ、これからですもんね、もうあと1試合でもう出てもおかしくない時期ですよね。契約満了、契約満了とかね。そう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 、だからもう他のチーム出てるから、うん、でね、いろいろもう早め早めに、そうそう、後手になるのは絶対ダメよ、うん、結果全部遅れていくわけだ、うん、まあまあどうなる感じかわからないですけれども我々には、まあね、より良いチームをね作ってもらえるように。そうね、じゃあ本日の勝手に MVP よろしいでしょうか。はい、本日の勝手にMVP はトリプル G ファンクラブ。最後に駆け込んできたのおめでとうございます。最後の最後であれ出てるじゃんって、これですね知り合いに会うっていう、これテレビ越しで、テレビ越しねチアの応援をしている、はい、若者たち、 そうですね、それがトリプル G ファンクラブ、はい
なんかすごいだらしない顔で会話してるところがバッツリ抜かれた。気に入らないよと。抜かれてたぞと。はい、というわけでね、次節は熊本ですか。最終戦。最終戦。で、これ熊本が死に物狂いで来ることが確定しましたから。熊本は次勝たないとなんでしょ。あの今日で順位が入れ替わりました。うんうんうん。1位がテゲバジャーロ。はい、そうです。1位テゲバジャーロ、2位がグルージャ盛岡になったと、うん、で3位がロアッソ熊本と、うん、いうことになりましたんで、ロアッソは昇格のためにはもう死に物狂いできますから、うん、ここで負けたら何のためっていうぐらいにもう台無しになっちゃう1年になると、確かに熊本は、うんうんうん、ということで岐阜がねそれに立ちはだかると、うん、そして率いる監督は熊本は大木監督と、はいはいはい、いうことですね。いろいろとね、うん、因縁マッチみたいな。そうだね、漫画だったらめちゃくちゃ盛り上がるところだよ、その因縁の試合。そうそうだね、最終節が、最終節、うん、まあほんとね、最後勝って有終の美を飾れるか、うん、それとも目の前で胴上げを見る羽目になるか。悔しいな、それは。胴上げ悔しい、それ言うよね、よくさテレビとか見ててもね、目の前で胴上げ決められるのが一番悔しいって。なんかもうこっちの昇格はないけど意地でもう、はい、だからもう完全にヒールですよ岐阜。そうだね、来週、うん、悪役です。まあでもそれでもね、やっぱバチッと勝ってもらって。そうだね、うん、ちょっと熊本の人たちに嫌われてしまうかもしれないけど、結構みんな強く言ってますね、希望が持てるクラブ体制希望が持てるクラブ体制を望むと、しっかり、うん、なるほどね。まあホーム戦最後フロント見てますか、希望が持てるクラブ体制ですよ絶対的に。もう13年ダラダラやってたんだから。横断幕出る時って本気で怒ってる時ですからね、サポーターが、ね、伝えたいと。そうそうそうだよね、ここでしかな、ちゃんとはっきり伝えられないもんな。そう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 、普段会話できるわけじゃないからね。うんうん、まあ、これは声ですよっていうことですもんね。これを受け止めなかったら終わりますよとフリーザがいたら殺しますよって言われてフリーザだったら言われてるよフリーザじゃないから言わないけど、フリーザじゃないからね、ほぼアニメみたいな状態だけどこいつは、ね、髪色とか、ね、髪色がザーボン色だから体型ドドリアなのに。そう一人二人はい、というわけでね、次節最後ですから、はい、一緒に決めてもらいましょう。そうですね、はい、以上 FC 岐阜勝手に応援ちゃんでした。どうもありがとうございました。